この中富良野町で発足しまして、富良野から旭川近郊のメンバーを中心に活動しているチームです。発足当時は5名だったメンバーも今では15名に増え、日々向上心を持って仲良く楽しく、時には厳しく練習してまいりました。皆様の心に残る演舞を披露できるように今日は一生懸命頑張ってくださいます。チームナギです。ただいまご紹介に預かりましたナギと申します。ここ東旭川町の、東旭川公民館の方で練習させていただいてまして、本当にいつもお世話になっております。ありがとうございます。そんな私たちの今年のテーマですけども、音が響くの響くに花が咲くの咲くの2つの漢字を使いまして、響き咲く、大地の鼓動、命の芽生え、その命が咲き乱れる様を表現いたします。どうぞ、ご声援のほどよろしくお願いいたします。凪2015響き作、水面に映すは花しらべ。
さあご覧になっている皆様の眼差しも